今日はなんとプライドのですね、伝説のトーナメントで行われたホイス・グレイシー対桜庭和志の、真相を語っていければと思います。皆さんごきげんよう。コンパス予報員キャプテン、そして世界のレフリー島田裕二です。ジャッジ。さあ皆さんですね、この YouTube を見ていただいてありがとうございます。その中で結構ですね、この話を語ってほしいっていうのがあったので、この話、あの試合裏話シリーズとしてですね、皆さんのリクエストに答えて、今日は喋っていきたいと思います。まずですね、ホイス対桜庭っていうのは、無差別級グランプリの、2回戦だったかな、準々決勝かなで当たってるんですが、まあ、その時に、まあ、1回戦で高田さんがホイスに、判定で負けて、で、まあ、その敵討ちっていうのもあったし、グレイシーを倒すっていうのは誰なんだろうっていうところでホイス対桜庭という一戦が組まれたんですが、まあ、トーナメントなのでその日のうちに優勝者を決めるということで、実は15分一本勝負だったと思うんですけど、なぜかホイス陣営とかグレイシー陣営が、いやタイムリミットはない、永遠にやらせろって言い始めて、15分無制限ラウンドになりました。そしてその試合だけ、レフェリーストップ、ドクターストップ、もろもろ第三者が止める、判定などなしっていうですね、なぜかそのなんですかね、今でいう観客置き去りルールですか、なんかもう自分たちだけで決闘するみたいなルールになりました。それもですね、ホリオンに、部屋に呼ばれ、あだこうだ、こういう時は止めるな、こういう時はブレイクするなとかですね、散々レクチャーを受けて、なんか高田ヒクソンのキム夫人よりもちょっとネチネチやられて、もう本当になんか気が落ちながら、なんかどこで高菜プリンスだったかな、帰っていったのを覚えてます。で、東京ドームもやっぱりその一戦だけが無制限になって、本当にもし終わらなかったら東京ドームいつまで借りるのってなってたんですけど、まあ本当にですね、みんなの期待はそういうちょっとイチャモンっていうんですかね、それがまたマスメディアによって書かれればなるほどグレイシーが悪者になり、桜庭に一本取ってくれっていう期待が出たので、まあ、そういった意味では東京ドームも満員になり、いいムードができてきたかなと思うんですよね。はい。まあ、そもそもその、はい、まあ、ルールをぶっ壊すしてきたっていう要求じゃないですか。で、島田さんはルールを司る役割じゃないですか。どういう気分でしたか。いや、なんかやっぱりみんなが平等なルールでやってるのに、一人だけがそのルールやりたいからって言ってやっちゃうと、また他の試合もそうなったりとか、3分5ラウンドにしようとかなったらわけわかんなくなるじゃないですか。ほぼ本当、じゃあトーナメント出なきゃいいのにと思うんですけど、まあその時はまあなんていうんですかね、世間もやっぱグレイシー憎しがあったので、まあとりあえずリングに引きずったら桜庭が、引きずり出したら桜庭がなんとかしてくれるっていう思いがあったので、まあ認めざるを得ないっていうプロモーターの思いじゃないですかね。はい。当時有名になったのが桜庭選手の殺し合いにもルールは必要だと思いますっていうコメントがあったと思うんですけど、はいはい、それどう思いますか。いや本当はやっぱり平等で戦うっていう、だからまあそのウェイトはね無制限なんでしょうがないとしても、同じリングで同じルールで戦うっていうのが、なんで嫌なら来なきゃと思ったりするんですけど、やっぱりアメリカのようになんていうんですかね、コミッショナーがあるわけでもないので、まあ、そう思うとやっぱりその発言力があって人気がある選手がそういう風に言っちゃうっていうのはもういかった、いたし方ないことだなという風に当時は思ってました。はい。当時やっぱりプライド、まだ始まった当初のプライドからするとグレイシー様々なところは結構あったみたいな。そうですね、やっぱりあのホイスがやっぱり UFC でチャンピオンになってたっていうのもあるし、高田信彦が負けたっていうのもあるので、そういった意味では日本人ってやっぱり敵討ちが大好きなので、やっぱそのプライドも成功させたい一心で、まあまあ要求を飲んでいったんじゃないですかね。はい。まあいざそれで結局なんやかんやあってやるってなりまして、はい、まず桜庭選手がマスクで登場しましたけど、はい、どう思いましたか。いや、あれはやっぱり俺はプロレスラーだよっていう、アイアムプロレスラーっていうのがあって、やっぱりちょっと向こうを少しイラつかせたいと思ったんじゃないですかね。
ただ桜庭はなんか逆にホイスと戦ってるっていうよりはなんかエリオさんと戦ってたんじゃないかなって思いますね。だからそういう蝶がやっぱいたので、蝶に対して俺はプロレスラーだよっていうのを、意外とエリオ・グレイシーってプロレスが好きだったって聞くので、そういった意味では言うとなんかエリオと戦ってたような感じがしますね、はい、うん、エリオをおちょくってたってよりは、はい、まあエリオに対するアピールっていうか、そうですね、俺はプロレスラーだよ、柔術家じゃねえぜっていう、なんかそういうのもあったと思います、はい。でもサクはエリオさんはリスペクトはもちろんしてる。そうですね、やっぱりその彼がやっぱエリオ・グレイシーが木村雅彦とレバタラですけど戦ってなければグレイシー柔術ってこんな伸びてないので、そういった意味で言うと自分より 2,3 倍でかい男と戦うエリオ・グレイシーはやっぱり人気になるんじゃないですかね、はい。あのサクが3人に増えたじゃないですか。はいはいはい。どうしようと思いました。いやいや、もうあれはなんかもうネタでいいなと思うんですけど、でもこっちもそれに付き合ってあげた方がいいので、でちょうどちょこちょこってなんか多分そのでボディチェックする係に3人やれよって言った覚えがありますね、はい、わざと。そうですよね、はい、3人全員チェックしたんですよね。そう、並んでマスク取れったらお前かみたいなのをちょっとやってたと思います、はい。でいざ試合が始まりまして、はい、桜庭選手がまあほぼ終始攻め続けてましたけど、はいはい、なんかいつもと違うところありましたか。いや、やっぱりですね、まあ逆に言うと桜庭って本当に性格悪いなっていうのはネチ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 攻める。今だから業界で流行ってるもしかしてカーフキックもあの時使ってたんじゃないかなと思うんですよ。やっぱローキックと足でダメージを負わせて、最終的にはその足のダメージによりホイスがもう戦いたくないってなったので、そう思うと実は先祖は桜庭じゃないかなと思ってます、はい。まあ、サクが途中でモンゴリアンチョップを、はいはいはい、あれって、はい、島田さんいっぱい試合やってきたと思いますけど、見たことあります他で。いや、ないですよ。あれを出して腕取られたらどうするんだろうと思いますけどそういった意味では余裕があったんだと思いますね、桜庭の中では、うん、やっぱローも効いてるし、だん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 タックルも取れるようになってきたん で、だんだんやればやるほどちょっとホイスが疲れてきたのが分かったので、ちょっと余裕の証じゃないですかね、はい。でもあの試合ってレフリー止めちゃいけないんですよね。そうです。もしパウンドとかで片っぽがボッコボコにされたら、はい、どうする、どうしてました。もうこれはタラですけど、ちょっと言葉悪いですけど、まあホイスがやられたら止めてないですね。あ、サクがやられたら止めてたかもしれないですね。本当にこう球を失ってなったら、はい。そっか、はい、それを提案してきたのがホイスだから。ホイスというか、まあ、ホリオンなんで、あとで、あれはなんか忍術だとか、あいつら言いそうなんで、いや、目つぶってただけだとか、息止めただけだとか、なんかなんとかブルーってありましたよね、海潜る、ああいう訓練してるから、止めちゃダメだとか言いそうなので、そう思うと、まあ、あの、本当に言葉悪いですけども、どうなってもいいやなと思ってました。あ、要するに、策がどうとか、はい、ホイスがどうじゃなくて、はい、終わった後にイチャモンつけられないために、はい、そうですね、そうしようと思って。そうです、はい。でまあ、最終的に、はい、何分やったんでしたっけ。90分ですよ、なんか6ラウンドやばいですよね。やばいですね。なんかでも僕もいるっていうのは誰も気づいてなくて、なんか水の差し入れも誰もしてくれないから、俺がこうセコンドというか俺も水くれよみたいな感じで、俺も2回ぐらい水途中で取りましたけど、まあ、レフリング中は取らないんですよ絶対、普通のね、うん、ラウンドの時には。いや、なんか本当になんかでもまあ3ラウンドぐらい終わったぐらいはいつ終わるんだろうと思いましたけど、4ラウンドぐらいからああもうそろそろ終わるなと思ったんで、うん、一応ラウンドの間にはもう次の試合始まるかもしれないから、で、バックコーナーチェックしてこいっていうにはうちのスタッフには伝えてました。はい、まあ、体勢消し始めた。そうやっぱいつ次の試合の人もいつやるんだろうと思ってやっぱウォームアップできないじゃないですか。ああ、そうですよね。そうだからもう僕はもう6ラウンドと思わず、まあ、もう一度終わると思ったんで4ラウンド終わるぐらいにはもう始まるからスタンバイさせろって言ってきました。はい、まあ体勢消して4ラウンドぐらいから、はい、そうそう勝負決まりそう、はい、ここからは島田レフリーが止めるのか、はい、まあ、止める権利がないにしても止めるのか、はい、もうタオル投げるのかの、はい、意地の張り合いってことですか。そうです、まあ、あともしくはパウンドで多分タップするかっていうか、うん、やっぱりまあ変な話チョークとかで落ちてしまったらこれは止めれるなと思ってたので、まあ、どこかなというふうにちょっと思ってました。あとは僕はロー聞いてたんで立ち上がれなくなって、やっぱりそのまあなんですかね、テンカウントじゃないですけど、やっぱりそういうふうに本人がタップするんじゃないかなと思ってたので、まあ最初事実上タップと変わらないのでやっぱりダメージでノックアウト勝ちだなというふうに今でも思ってます。うん、はい、
最後タオル投げたわけですけど、はい、その直前はどんなやり取りが？いやもうあの、まあ、インターバルが2分ぐらいあるんですけど、もうやっぱりそのこうこう、まあいつらこうやって呼ぶんですよ、なんだっつったら、多分もうこいつはできないから止めろって言うんですけど、いやいやそんなルールないから止めないんだったらタオル投げろって言うとえっていうか、おえもうホリオンが嫌な顔して、いやでもだったら次のランで行かせるぞ、それも弟をこのまま話し試合させられないとか言うんですけど、意地悪ですね。意地悪なんですよ。だから違いますよ、違います。俺ですか？いや俺は本当に組んであげればいいじゃないですか。いや俺が止めたらなんで止めたんだって言うんで、俺はもうホリあの前日にいじめられてるんで、ホリオンがタオル投げるところをブーッと促して、タオル投げなかったら次のランド行かせるよって言ったら、エリオの方を見て投げるねって言ったら、エリオがうなずいて投げて、もうゴングって言った瞬間、もう俺大笑顔です。ぜひその映像でご覧ください。それはだからサクが勝ったとかそういうことじゃなくて、そうそのルールを守る、なんていうか自分が言ったルールをやらせたってことですよね。そうだから僕のルールで合ってるでしょ、うん、危なかったらタオルでしょっていうのを彼が分かってくれたのが嬉しかったですね、はい。じゃそこはホイス桜庭以外に、はい、グレイシー VS 島田っていう、そうですね、高田ヒクソンからずっと脈々と流れてるグレイシーがありますね。まあそのせいで後々ダイナマイトでホイスが上がるときに、あいつだけはレフリーやめてくれって言われましたけど、だからマットヒュームがやったんですけどね。なるほど、はい。でもいい思い出というか、はい、歴史に残る一戦だったのは間違いないです、ね、そうですね。やっぱりみんなに名勝負はって言われると、僕はやっぱりホイス桜庭っていうし、やっぱり他の海外に行った時にやっぱりみんなが僕が知ってるっていうのは、あの90分すごいねってみんな言う、ファンが言ったりするし、うん、選手も言ったりするし、やっぱその歴史の承認の中にいたっていうのはちょっと僕の中では自慢ではありますね。ということでですね、いろいろな数々の名勝負をさばいている僕がこんな風にですね、皆さんのリクエストに応えて、いろんなですね、その時のエピソードを話していきたいと思いますので、どしどしチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。